少ばかりお笑いを申し上げます。お笑いくださいましと毎度話すかが講座でお願いをいたしておりますけど、お笑いますということは人間だけができませんのでけど、まあ笑うそうですね。笑うと苦を逃れると昔から申します。笑うと苦を逃れる。なぜ見本を一つお聞きに入れましょうか。笑うとね食えますけど、怒っていて泣いていて食える、なことない。怒っていたら食える、泣いていたら食える、笑うと食えませんわ。見本ぐらいに入れましょう。おい、なせんねん。お前の前にないぞ。何を言うの、うん、泣いていたら、食えるね。泣いてますでも食べられる。まあ、本当にあいつまで大丈夫だと思ったらね、何やら帰って。あれ、俺、食えるな。食えるな。笑うと食えませんわ。おまんまなんか笑うてごらん。みんな吐き出しちゃうんだから、どっか。あれは、あれは、うかんと食えないな。だから笑うと苦を逃れるっていうのは、これから言うたことかと思う。心臓病の方は大声で笑え。どうして心臓の方が大声で笑うと、心臓へ横隔膜が適当のマッサージをいたしますね。そうで、これ私が喋るんでないんで、アメリカのデパートメントストア大学の病治すという先生がおっしゃったそうで、立派な書物に載ってないのでございます。お笑い遊ばせ、病は気からって昔から申しますね。けど話がよく色っぽい病、色っぽくない病とよく言いますが、この尺に嬉しい男の力、小須郎とのあの文句にございます。色っぽいように聞こえます尺ね、あれ絶対色っぽくないんで、ただいまで申しますと異形連、女の方、あの異形連起こった時の態度どうでしょう。嫌な格好ですね。歯を食いしばって今日かちょかちょか、これ大の男が押さえつけますでも跳ね上げるほどの力を持っております。でなぜ色っぽく何にも言わずにって言います。これはね、嘘の尺、偽の尺なり、どういうとこで起こるか。6畳ないし8畳ぐらいのませばのお座敷で、ちゃぶ台を前へ置いて、彼女と彼の団で起こる病気なんで、嘘なんですね。見本一つおしゃべりをしましょう。おい、あの、大声出しなさい。うん、もう我が輩帰るから。まあ、もう帰り遊ばすの。もう帰るって時間じゃん。嫌い、人の気持ちも知らん。あんたご飯召し上がりますと近頃すぐ帰り遊ばす。若い忙しい。お帰り遊ばせ。あ、お待たせしなさい。運転手待っとるから。まあ、どうしよったい。どうしたかい。あ、またシャックか。お前さん、すぐわがまま病気が起こるんじゃ。我が家のこのマムシネビで押さえてやるとすぐ治る。いや、向こう向きなさい。向こう。じゃあ押さえてあげるから。ここか。もうそっとした。どうか。こうか。あなた。こんなに苦しんでんのに、お帰り遊ばすか。帰らしんよ。これね。これが嘘の尺ね。尺に嬉しい男の力。ただいま。迷信打破ってなことを申されまして、あまり信じられませんけど、昔はね、尺が起こったらよく迷信で、壁を舐めたり、から消しをかじったり、畳の胃を頭へしつけてやったら治ったということがあったそうでございますな。ここにございますと奥さん、お台所でお仕事してござった。急に尺が起こりまして、誰も解放人がいなかった。苦しさのあまりにそこにやかんがあったで、やかんの水をなめようとペロ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 さあ、やかんの水をなめるためになめられずにやかんなめていた。その赤の6章がご自身の病気に負ったか、ピタッとご病気が治りました。それからというのは、尺が起こると赤のやかんなめさずに、ふと病気が治るに、妙な尺があったもんで、これは船場のご体系です。
あなた。あ？あの今日お天気がいいのでの子供連れて野賀家に。あ、野べ。あ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。ではあのお竹とお松を。あ、連れてやってくれ。で小僧。あ、弁当持たすの。あ、よろしい、お願いします。あの気をつけて行きなさいや、早くお出かけ。あ、承知しました。旦那様から命令が下がったから奥さん大変ですわ。ただいまの外出はご婦人様楽です。ええ、様子をツーピースとかワンピースとかちゃちゃって頭ブラシでペペペッとすぐね、ここライオンの妹みたいにこう縮れかして出かけますけど、昔はあの大丸曲げ、我が国の曲げはこうデコデコ曲げでなかなか、ええ、工事が難しい。工事とおかしいけど、解きつけるのは奥様もう表へ出んなら装飾大変ですわ。頭ええけこの橋みたいな一本ずつこう両方へこう差しなすって体をくの字なりにこう持っていて吸い立てて、しゃもじのおばさんみたいに油つけて後ろから瓶って人瓶ってな人からこうこう以外をこう前のこの瓶を直すもの大変ですわ。櫛でこういちいちうまくできなかったらタオルをいなずかりして一生懸命にこう頭こうつばだらけです。こう何をしてんの、そんな大事な豆でも一晩寝てごらん。飛行機が墜落してる、とこれ着物が大変だね。え、長襦袢からお着物を羽織り、女中も同じように郊外へブラッと土手を歩いてる気分格別ですわ。ちょっとその人早いね、かな、なん、おきゃろんおきゃろん、この弁当いつ食べんねん、早食べたら出ないの、ちょっとお弁当助けてえな。あて奥さんがかりや、奥さんがかりやったらシュッシュカバーな、ボンボンこっち言うな、危ないボンボン、ちょっとお経度なんぼでも変わってくれへんのか、もうええわい、変わってもうええわい、いや後ろからアッコをつくぞ。なんだっていいな、なんだっていいなんて、奥さん歩いてなさるといい格好やな、スーッとしておいで。あすま、例えば主役役座ればボタン、歩く姿がゆりのごとくか。えそれにしっかりとお経度の不細工だな。例えば敷物座ればチャウス、歩く姿がアイルのごとくか。なんてな、奥さんタラタラと土手下へ降りといなすって、小さな花草をいじっておいで遊ばせた。どこにいましたか、小さな蛇が足元へニョロニョロっと、さあたまりません、うーんとシャクが起こった。あ、ちょっとえらいこっちゃ、ちょっと、あ、奥さんシャク起こった、もし奥さん大変やな、こんなとこで起こしなすって、これちょっとあの、そのへんとボン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 気をつけとくないや、ちょっとあの、あんたお宅に帰ってな、赤のやかん持ってきて、赤のやかん、こんなとこで帰れるかいな、あかんわあかん、しゃれどころやあらへんが、えらいことどないしよう、ちょっとあんた銀貨がないか、借りに行くとかあらへんか、あらまちょっとお清田見てごらん、あの土手通ってよ、お侍さんおじいちゃんの方、あの頭の格好うちの赤のやかんによく似てるわ。ちょっとあんた押さえてと、あ、何も試しちゃあって借りてくる、借りてくる、お願いでございます、お願い、なんだなんだなんだなん、ねえ、うん、心配するな、え、かようなところで仇に出会い好き立ちをしてくれと申すか、覚悟を済みどもは年を取っても一刀流だ、安心だぜ。いえ、そんな、そんな、うがった、うがったこっちゃございませんので、お願いでございます、あの病人なん、病人、言わったな、二度も医者じゃない、そうでないんでございます、薬では治らないので、赤の夜間になれますと病気が治るんでござ、赤の夜間、あ、出ないの持っとるなら含めだ、さにあらず、あの誠に恐れ入りますが、あなたのお妻が私とこのうちの夜間によく似ておりますので、ちょうど一つお貸しくだしておな、なに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 、知らんと言うな、え、年を取っても無事だ、その一生に許さん、手打ちにごまっとも手打ちにされますが、いとりませんけど、主人の病気に変えられないのでございます、お気の毒さんでございますけど、たくさんとは申しません、え、お手打ちになりますから、主人を助けてやってくださいます、ひとなめだけ、ひとなめだけ、ひとなめ、ちょっと待て、嬉しいことを言うな、その方は何だ、奉公人か、うん、半期一年の奉公人が主人のためなら手打ちになってもよいと申すか、ああ、その言葉に免じてみども、よかったな、これはよ、手ぐらいの頭でいかんか、あれでなら、みどもじゃなきゃ、何、何と申す、貸せ、
たやすく言うな。けど捨てておけん。人の命にかかるこっちゃ。見張っとれ、見張っとれ、よいか。人が来たら、おほんとかあはんとか言うてくれ。お礼の真ん中でこのじいが、女の子に頭舐めさしてるとは、嫌な姿だろうからな。すみません、行け。ありがとうございます。お助けくださいますか。奥さん、大若で遊ばせ。やかい、やかい、やかい。おやかんっていうのがリミに入ったか。奥さん、夢中で手伸ばした。この侍の耳をぐっと掴んで頭をペロ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 、うわー、こらひどいわ、うあ、どうも、あいすいません、助かりました、おき、まあお気の毒様、こんなとこ連れてきて病気を起こして堪忍してや、まあおきよ、まあよ、こんなとこであてのあいの薬が手間あったな。まあよう聞くこと、奥さん手間あらすまへんね、うち遠足者ろせってどてお取りになったお侍、まあ何をすんねん、それでそのお方あなたの後ろに、あら、まあまあお助けくださいましてありがとうございます、はい、あの命の恩人でございます、宅に帰りましたら主がお礼に上がりまして、男のとお名前、いや来いでもいい、来いでもいい、来いでもよろしい、おいの病気、みどもの頭で治るか、もうほら驚いたな、この方、え、お前とこの奉公人が目かけてやってくれ、偉いやっちゃ、うん、この奉公人に免じてみども頭貸したんだから早く帰りなさい、よかったよかった、これ早く来い、ビブナイ、何笑っとる先生の頭が尺の合い薬になるとは夢にも思いませんでした。先生帰りましたら早々看板かけましょうか。なんと看板かけるのじゃ、尺の合い薬一飴十文、バカなこと言え、頭どうなさいましたか、日が当たると頭がピリピリ、お大変でございます、大変とはあなたの おつもに歯型が2枚、何、あなたの夜間に穴が2つ、穴、大丈夫か、ご心配遊ばすな、盛るようなことございません、ご大事さま。桂小文治さん、尺の合い薬でございました。